皆さんこんにちは、ケチャク TV のジーナです。今現在は寿司ヶ谷大倉駅に来ております。今日は人生で初めてかっぽ料理屋さんに行きます。実はですね、今回の動画は視聴者の方がやっているかっぽ料理屋になります。今日はですね、私は一回も食べたことない鯛茶漬けを食べます。すごく楽しみです。あとお腹がもう超ペコペコです。普段は視聴者の方に全然会う機会がないので、今日は視聴者の一人の方に会えるのですごく楽しみにしてます。あとはですね、今向かっているトロマツっていうお店はすごく出汁にこだわったお店なので、そこもすごく楽しみにしていますけど、風が強くて私すごいもう感じちゃうんですね。おでこが広くて。着きました。ではですね、正面の方に行きましょう。2階ですね。今日はですね、なんともしかして貸し切りにやっていただいたんですか、ね、そうですね。わあ、それは本当にすごいです。感謝いたします。ありがとうございます。メニューですね、わあ、美味しそうなものいっぱいありそうです。では行きましょうか。あ、こんにちは、すいません、お待たせしました。こんにちは、こんにちは、藤井さんです。よろしくお願いします。世田谷キムタで、割烹料理店、居酒屋ですね、料理やってる、藤井隆三と言います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんかよろしくお願いします5回ぐらい。なんか結構バーみたいな感じになってますね。僕は洋食屋さんだったんです。あ、何をおっしゃるんですか。いや、僕前のここの物件を使われてた方で、そのまま使わせていただいて、すごくおしゃれですね。どれぐらいやってますか。6年です。6年、はい。何かこうきっかけとかありましたか。もともとこういうのずっとやりたいな、ずっとその計画を立ててずっとそれ、板前修行してました。はい、いいですね。どうですか、自分のお店。なんか一応ネットでいろいろ調べて、結構コメントで多かったのはこのお店に対して、はい、オーナーとすごく距離が近くてなんか楽しいみたいな。あの怖い板前さんになりたかったんですけど、できなかった。ちょっとついつい喋っちゃう。いいですね。はい、あとですね、藤井さんも YouTube をされていまして、はいはい、なんかすごい気持ちいい動画、なんか ASMR。ありがとうございます。すごい嬉しいです。あんまり本数上げてないです、はい。もっとたくさん上げてください。あ、頑張って上げます。はい。僕もたくさん見てます。あ、ありがとうございます。しびれのやつとか楽しかった。あ、ありがとうございます。お母さんは素敵です。あ、ありがとうございます。お母さん喜びます。本当ですか。言ったら。これは何ですかね。これは私のふるさとの焼酎。え、焼酎ですか。焼酎普通ボトルでこうやって入れてるんですけど、自分のふるさとの焼酎だけ。すごい。壺に入れて柔らかくなるんです。え、すごい。あ、なんかすごいお酒。いただきます。うん、美味しい。柔らかい。柔らかくなる。すごく柔らかい。びっくり。なんか飲み物じゃないみたいです。飲み物じゃない、角が取れるんです。面白い、飲んだことない、こんなお酒。うん、本当に柔らかい。ピローみたい。初めてこんなところに入りました。なんか嬉しい。あ、いい匂いしてますね、本当に。ネギの香りって、ネギは切ってすぐがいいですね。あ、いいですね、超フレッシュなネギの香り。畑から取ったばっかりの香りしてます。はい、はい、松の木です。わあ、すっごい。これはプチイカ、ホタテイカ、ホタルイカ。ホタルイカ。じゃあいただきます。すっ
ごい可愛い。見てください、これは。わあ、ワクワクしてます。小松菜からいきます。いただきます。予想外。こう結構透明で出汁が入ってるとは思ってなかったんですけど、出汁がすごい美味しいです。やっぱりさすがですね。出汁が分かりますか。すっごい美味しい出汁。めっちゃ美味しい、この小松菜。めっちゃ美味しい。いただきます。すごい面白い。食べたことない。なんかすごい不思議な味。ありがとうございます。なんかもう言葉を失った。中は何か入ってますか。イカの中はイカの内臓そのもの。内臓がめっちゃ美味しい。美味しい。イカの内臓は良かったですね。ビールが来ました。じゃあですね、乾杯しましょう。美味しい。幸せ。ナスですね。ナスと先ほどのネギですね。そうですね。こんな本当にこういう感じで料理を食べたことないです。めっちゃ高級感ありますね。これは生姜を食べて食べますかね。生姜も。はい。ナス、てなさん食べますか。ナス大好きです。大好き。よかった。大好きです。いただきます。すごい味が濃厚すぎてもう肉みたいです。手作りのたくあんです。たくあんって何ですか。お漬け、日本のお漬物です。お漬物。はい。お野菜ですか。ごぼう。 お野菜ですね。大根ですね、元は。あ、サラミの用意してます。私なんか何食べても肉に。やば、めっちゃ美味しい。ちなみに、こういう食べ方、クリームチーズなんですけど、たくあんに乗せて食べると美味しいです。うわー、なんかイチジクとチーズクリームに見える。いただきます。このクリームチーズの柔らかさと甘さとたくあんの酸っぱさ、最高。めっちゃ美味しい。はい、唐揚げです。うわー、めっちゃ美味しそう。これ大山鶏の胸肉を使ってます。胸肉、はい、すごいいいですね。ヘルシーです。胸肉、この後ジム。なんか色が綺麗。めっちゃ美味しそう。いただきます。柔らか。これが胸肉って言われなかったら絶対わかんないです。そうなんです。桃っぽい。柔らかくて胸なのにすごいジューシーですよね。めっちゃジューシー。はい、はい、タイ茶漬けです。どうぞ。すごいピカピカしてます。かわいい、この色合いが。これの食べ方は、出汁が入ってるって出汁をかけて食べてみます。じゃあちょっとかけてみますね。うわ、結構たっぷり。あ、そうですか。なんか楽しい。あ、美味しそう。じゃあいただきますね。めっちゃ美味しい。タイは柔らかい。超美味しい。これはもう止まらない。もう食べちゃう全部。
わさびをちょっと、もしわさび嫌いじゃなければ、あ、わさびもわさびちょっと入れて混ぜて食べても美味しいですし、しば漬けをちょっと入れて酸味が出て美味しいです。え、こういう感じでは食べたことないですね。このレシピとかはご自身で？そうですね、ほとんどそうです。わさびは最高。変わりますか味？めっちゃ変わります。もっと美味しい。しば漬けはどうですか？苦手ですか？あ、好きです。これ大好きです。入れてもまた違う味になります。そういう風に食べるんですかね？そうです。え、絶対美味しいこれは。いただきます。めっちゃ好き。全然味変わりますよね。うん、楽しいこのお茶漬けは。いろいろ入れると全然味が違う。もしよかったらトラバスチャンネルのお茶漬けも、アップされていますので、概要欄から見てください。今からですね、ちょっとこのメニューには載ってないものを用意していただきます。ガーリックソルトで食べるカツオのたたき、ちょっと尖ったメニューを出したいなと思って。これカツオのたたきです。たたきになった状態、柔らかい。わあ、綺麗。これは、メニューには載ってないんですけれども、常連のお客さんによく提供してます。はい、どうぞ。すっごい、うわ、絶対美味しいこれは。じゃあいただきます。すっごい美味しい。うん、こんな美味しいマグ、カツオマグス、こんな美味しいカツオたたきは食べたことない。このオリーブオイルと相性抜群、超美味しい。てなさん、日本酒飲みますか？カツオのたたきと日本酒。ちょっとわー、酔っ払いますね。カツオと最高。じゃあいただきます。わー、すごい美味しい。でもすぐ酔っ払うんですねこれは。カツオと相性やっぱり最高です。もうこのカツオを食べると家のこと全部忘れる。今日本当にすごく美味しかったです。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。特にカツオと、お茶漬けすごく感動しました。ありがとうございます。本当にごちそうさまでした。またぜひ来てください。またですね、皆さんはもし美味しいカツオとか美味しいカッポ料理を食べたかったら、トラマツというカッポ料理屋さんにぜひお越しください。おすすめです。あとはですね、もし、視聴者の皆さんから何か面白い企画の提案があれば、ぜひコメントで書いてください。じゃあですね、今回も最後まで動画を視聴いただいてありがとうございます。インスタ、ツイッター、フォローよろしくお願いします。チャンネル登録までしてない方はチャンネル登録を忘れずに。じゃあバイバーイ。